こんばんばはです夜中にアップルの発表会がありまして、まあ、想定通りといいますか新しい iPhone15、まあ、15ですねと、えー、AppleWatch とか、まあ、例年通りのものが発表されてますよこれまでリークがあったように端子についてはライトニングから Type-C に変わるというのも発表されていますようやくですよねそしてもろもろの性能が上がって14と比べて本体が軽くなったと ただ値段は重くなってるんですよね。iPhone15 Pro の一番安い 128GB のストレージのものは159,800円です。で、これ、えー、1TB になると234,800円もしますよ。これもパソコン買えますからね。言い換えると、それだけスマホがものすごいマシンになっているということでもありますよ。ProMax だとさらに高いですからね。最大容量 1TB だと249,800円になります。 半端ないもはやスマホっていうのは気軽に買い換えられるものではなくなくりましたよね今日本だと円安の影響もありますしそりゃ高いよとは言ってもね結構売れると思いますよだってアップルですからただ個人的にはもうちょっとそこまでうーんまあなんかアップル製品に対するそのときめきを感じないというかねそれだけスマホが完成形に近づいている成熟しているっていうことなのかもしれませんまあ通常のこの何て言うかなこういう形のスマートフォンだったら もうう大体出尽くししたんでしょうねまあ技術的に変態仕様のスマホを作るっていうのは多分アップルとかでも可能だと思うんですよ。ただそういうものを作るとコストがすごい上がってしまうしってなるともう安定的に売れるようなものを、えー、毎年少しずつアップデートして売っていくみたいな今のスタイルになるのもまあわかります。ただサプライズがないからねなんかこうか驚き感動がないんですよ。Type-C Type-C になったったて,てもうわタイプ C ついに来たよとはならんでしょう。だってアンドロイドなんてもう何でも前からタイプ C なんだから。もちろん毎年すごい進化してるんですよ。特に iPhone なんかカメラが半端ないですよね。まあ僕はあの前、12Pro 使ってましたけど、もう12でもね、十分綺麗でした。それが13、14。まあ14なんかは相当すごいですよね。特にあの、ポートレートボードの精度とかってだんだん上がってると思うんですよ。ただ、13から14、14から15って変えた人がそこまで劇的に こう驚くのかって言ったら、まあ、そこまでじゃないでしょうね。いや、進化はしてるんだけど、ちょっと分かりにくいというか、15で、まあ、最新のめちゃくちゃ重たいゲームをやるとか、いう方であればいいと思うんですけど、まあ、僕なんかもうゲームもやらないしね。さっき触れたように、僕が使ってた iPhone というのはもう、えー、12Pro までなんですよ。で、そっから、まあ、13はスルーして、で、14もスルーして、で、あの、こっちの Galaxy に変えちゃったので、で、今回の15に関しても、まあ、買わないですよね。 多分、iPhone は素晴らしい端末だというのは理解しているつもりです。まあ僕はあの Mac、あの MacBook 使ってますので、まあその連携考えたら、まあ iPhone の方がいいっていうのは当然だし、まあ Watch も使えますしね。ただそれでもですね、僕はもうこのね、Galaxy を手放せないんですよ。この折りたたみの素晴らしさ。これは本当に便利な端末ですし、あの、感動しましたよね。そろそろ iPhone も、その iPhone の壁を超えた iPhone、とかスーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人2みたいな、そういうものを なんか見たいっすよねそうじゃないと意外なメーカーからイノベーションとかが出てシェア奪われるかもしれませんからちょうどこの前ハワイに行く時に機内映画でブラックベリーというその映画を見たんですよブラックベリーというと元祖スマホと言われるように、まあ、そのキーボード付きの まあなんかスマホの、だからそのスマホの下部分、キーボードついてますみたいな端末ですね。それを作っていたカナダの会社の栄光と挫折の物語なんですが、これなかなか面白かったですね。紆余曲折を経て、ブラックベリーは、まあ、そのカナダだけじゃなくて、北米でもシェアを伸ばしていくんですが、やっぱりその転機になったのは、 アップルの iPhone なんですよ。映画では、その iPhone が発表された時に、あの、こんなのね、もう全然ダメなんだと。アップル消しからんみたいな感じで、その、やっぱり、そのブラックベリーのこのキーボードのクリック感がいいんだ。あの、アップルなんで売れるわけね。みたいな感じで言ってるんですけど、あの、まあ、当然ね、あの、皆さんもご存知のように、めっちゃ売れます。逆にブラックベリーもスマートフォンやろうとするんだけど、まあ、ちょっと中国製にこう変えていってですね、なんかこう、製造のいろいろ問題が出て、で、どんどんシェアも落として、今ではもう、 亡きものになってるとやっぱりそういう革命的なものを求めてしまいますよね。今さすがにもう登場して何年ですか ?15 年とか16年ぐらいですかあの iPhone があの登場してから経つのでもうみんなね iPhone に慣れちゃったんですよ。それゆえに新しさを感じないというのがあるしまあでもねビジョンプロなんかも発表されてあれはすごい先進的だなと思いますしまあアップルですからねどっかで何かやってくれるんじゃないかなというのを期待している今日この頃です。というところで今回も えー、iPhone は買わねえよっていうね。そんな、多分買わないよっていうね。そんなお話でした。最後にかわいいポコちゃんをご覧ください。いうん、はい、危ない。<laughs> 危ないね、ポコちゃんは。危ない。 危ない <laughs> <laughs>